はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は久しぶりにスケーラーのお話をしたいと思います。スケーラーもバージョン 2.7 というバージョンになりました。おかげさまでスケーラー2の動画がですね、1万再生を超えていましてですね、国内のスケーラー2の動画としましてはかなりたくさんの方に見ていただきました。今回は最新版の 2.7 を使いまして、初心者の人というのは通常はメロディーはなんとか思い浮かんだけれどもコード付けができない、だからスケーラーを買ってみたという方が多いんではないかと考えられます。その辺のところも踏まえまして皆さんにお届けしていきたいなというふうに考えています。あまり難しいことは言わずですね、メロディーにコードをつけていくやり方で解説をしていきたいと思います。村長ミュージックスタジオ。まずは2通りあると思うんですけれども、歌を鼻歌のように歌って入力していく方法、もしくは鍵盤がなんとか弾けるのでミディ鍵盤でメロディーを入れる方法、その2通りがあると思います。まずは歌を歌いまして、そしてボーカルを入れてみるというのからスタートしたいと思います。では録音する前に確認することですけれども、一番上に歌のトラックがあります。それが録音モードになっているということですね。それで今メーターもこのように振っていますので調整をしてください。ちょっと大きいかもわかりませんので少し下げておきます。じゃあこんな感じでやっていきたいと思います。メトロノームをオンにします。メトロノームのオンオフはキーボードの C でこのようにオンオフができます。そして真ん中の工具マークのところでプリカウントがどれだけあるかというのを確認します。僕の場合は1小節としてますので、1小節進んだところからレコーディングが始まります。レコーディングをするのは点キーの米マーク、そこからでもできますし、もちろん画面下の録音ボタン、これを押すことでできます。下のトラックも今録音モードになっていますので、これは切っておきます。まずは音程を取ります。ちょっと鳴らしてみます。はい、これでスタートの音がざっくり分かりました。じゃあやっていきます。はい、このようにレコーディングができました。もしキーボードでする場合の方、これはちょっと後ろでテスト的にやってみます。こちらを録音モードにしまして、上はミュートしておきます。これで弾いてみます。ちょっと同じメロディーは弾けないかもわかりません。アドリブで弾きますのでよろしくお願いします。このように弾くということです。ではちょっと話を元に戻しまして、こうやってやった場合、スタジオ1の場合はメロダインがプロバージョンには付属していますので、ここでメロダインを使ってミディに変換します。ちょっとやってみましょう。コントロール M を押すとメロダインがかかります。
はい、このようになりました。ちょっとピッチが上がっていますが、まずはあまり気にしないで直していきます。一個一個直すのではありません。自動で直してしまいます。 C メジャーということ自身はメロダインが認識しています。ですからここでピッチセンターとピッチドリフトをきっちりにして、そしてコードスケールにスナップにしておきます。そしてこれを完全に上げます。今回は歌の調整をするのではなく、楽器が入ったようにできればいいわけですので、大胆に 100% でやればいいと思います。コードスケールにスナップにチェックを入れるのも忘れないでください。まあ、ただしメロディーにスケール外の音を入れ込む人はここのチェックをつけてはいけません。 OK をします。するとこの時点でどうなのか一度聞いてみます。このトラックミュートしてましたので、ミュートを消しておきます。はい、ちょっとおかしいところもありますが、これはミディに直してからやります。スタジオ1の場合、これをミディに変換するのはミディのトラックに持っていくだけです。はい、ミディのノートができました。これで鍵盤で弾いた人と同じように揃いましたので、これは削除させていただきます。そうしまして、消したりしたいものがまだあるんですけれども、このように選択をすべてしまして、クオンタイズをしてしまいます。最小の単位が8分の1ぐらいの長さでしたので、クオンタイズを8分の1にしたまま9のキーを押しますと、このようにクオンタイズができました。そしてちょっと聞いてみます。おかしい音符などを消したりします。上のボーカルトラックはミュートしておきます。はい、この辺おかしいとこいろいろありましたので、まずこの上の音を消しておきます。そしてここですね、ここがなんか細かくなりすぎててですね、この2つも多分いらないと思いますので消します。そしてこれを前に詰めます。ちょっと聞いてみます。はい、これも消して長い音符にしておきます。はい、じゃあ次のところに行きたいと思います。はい、この下もいらないですね。これが同じ音になってますが、このようにちょっと下げたつもりで歌ったつもりですので、こうやってみます。ここが不自然ですので、はい、このようにしてみます。ちょっと聞いてみましょう。これは音符を足したいと思います。はい、鉛筆ツールでここに例の音を追加します。はい、これでいいですので、後ろのごちょごちょはノイズか何かが入ったものだと思われます。ここで消しておきます。
そうしまして編集がおおむね整いましたら、これを後で歌声合成に歌わせたいというのもありますので、このまま選択をしまして、アクションのメニューから長さというのを整えます。レガートプラスオーバーラップを修正というのをしますと、音符と音符がつながって、そしてなおかつ重なり合っているところは修正をするということが一気に自動でできます。 OK を押します。はい、このようになりました。最終どんな感じか聞いてみましょう。ちょっとタイミングが悪いですので、ここ直したいと思います。はい、これ消しておきます。はい、一回でやれよと突っ込まないでください。はい、ここもです。まだあったんかよって感じですね。はい、これで、まあ、メロディーが完成しました。ここまでのこともスケーラーには今のところ関係がないんですけれども、メロディーを鼻歌からミディの音符に変えるというところを説明させていただきました。これはとっても重要なことですので、もう一度繰り返し見ていただいてよく覚えてください。じゃあそれでは本題のスケーラー 2.7 にお話を進めたいと思います。スケーラーはもうインサートはしています。はい、こんな感じですね。そしてこの上のところが、皆さん初めて立ち上げたらディテクトというのがこのようになっている可能性がありますが、ここでスケールのタブを押してください。そうしましたらこのようにありますので、 C メジャースケールをこのように選択します。そうしましたら、ここに C メジャーで使うダイアトニックコードというのが出てきます。ダイアトニックコードはドレミファソラシ、これに合うコードで、ダイアトニックというのは耳にだけ残しておいてください。そうしまして、ここでどのコードが合うかというのをやっていきます。ここで上にループを作りました。そして点キーのスラッシュを押すと、このようにループ範囲が設定できます。ここでどの音がいいかなということです。ちょっと鳴らしてみますね。はい、これですね。チャン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 、あれ、 C ばっかりでもおかしくないですよね。確かにその通りなんです。ですから、まあこれはですね、 C ばっかりでやるというのも一つです。じゃあその通りやってみましょう。はい、 C を4つ入れます。はい、じゃあこの5小節目のところから聞いてみます。これも同じですから C4 つでもいいと思うんですけれども、ちょっとここでスケーラー2のいいところをお話しします。
ここにサジェストというのがあります。これはですね、この使ったコードに少しバリエーションをつけたようなコードを提案してくれる機能なんです。はい、このようになりましたね。ですから、はい、ここですけれども、他のコードがいいのがないかというのを調べます。この時に青い色がついたコードと灰色のコードとがありますよね。青色はスケールの中だけでできたコードが表示されています。灰色もしくはこの黒いというのはですね、コード以外の音が入ってあまりおすすめはできませんけど、使えないこともないですよというような音です。例えばこういうのですが、ちょっと合いにくいですよね。ですからここでこの F メジャーなんかが3つ目のコードにいいんじゃないかなと思いますので、ここでやることはこれを3つ目のところに置き換えます。このように入れていきます。まあ、これでいいことが分かりましたら、ちょっとサジェストは閉じまして、この同じコードパターンを入れます。はい、ここまででどんな感じになったかやってみることにします。半分のところまで来ました。この時は再生をしながらこれをマウスで押していけばいいんですけれども、マウスで押すというのはなかなか難しいです。次、後半やる時には便利な方法をしますが、まずはマウスで押していきます。はい、こんな感じですよね。今マウスを動かすのがのつのつしました。ですから後半のところではもっと便利な方法をお知らせします。ではそこから後ろですけれども、もう8つですね、コードを入れてしまいました。これではうまくいきません。今ここにパターン2としています。もしこれが出ていない人はですね、このパターン2というのを出すためにはここにプラスというボタンがありますので、これで出してください。今僕はもう作ってありましたので、パターン2を選ぶと空のこういうエリアが出てきます。鳴らしながらちょっとどんなコードが合うかやってみたいと思います。今ですね、こうやってやりながらやってたんですけれども、まあいいんじゃないかなと思うのは、タンタンタンと言って、これですね、 F メジャーが2回あったらいいんじゃないかなと、こう、そして C が2つなんですが、ちょっとここで少し色をつけたいと思うんですね。ここですね、はい、ちょっと分かってきました。ここで Am を入れたら、まあ合う合わないは皆さんの感性とあるんですけれども、いいんじゃないかなと感じました。そして次は C、ちゃん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 なんですけど、はい、これは G と C、 まあ7小節目で終わるような感覚になりますので、ちょっとこのようにしておきますが、8小節にしておく方が後々いいかも分かりませんので、このようにしておきます。このようにできましたので、
今度はこれを試すときですね、この右側のところにトリガーリンクというのがありまして、ここを押すとキーボードのところが灰色になりました。これはですね、この8つをこのキーボードの発見のところに割り当てたということになるんです。これ重要ですので覚えておいてください。そしてですね、指1本でここで順番に押していくだけで、このパターン2の順に音が鳴ってくれます。ちょっと手前からやりながら聞いてみてください。この後半のちょっと手前のところでクリックをしておきまして、そしてこのパターン2の方ですね、これが選択されていることを確認した上で、ここでキーボードリンクをチェック入れておきます。そうしましたら、これがドレミファソラシドというような、この8つの鍵盤にですね割り付いているんです。上のここの部分ですね。じゃあ順番に鳴らしていきましょう。鳴らすときはキーボード入力が入ると変になりますので、ここのメロディーですね、ここのところのこのモニターというのは切っておかないといけません。もちろんも録音も切っておきましょう。これとっても重要ですので、これから弾こうとする音が入ってしまいますのでね、気をつけてください。そしてちょっと手前からやりたいと思います。パターン2を選ばれていることを確認してください。じゃあ再生しながら合わせていきます。はい、この G メジャーですけれども、ちょっとあまり良くなかったので、サジェストをスケーラー2にしてもらいます。F メジャーの方がいいような気がしますね。難しいですね。はい、A マイナーの方が僕は響きが好きですので、これをここへ持ってきます。ちょっともう一度やってみます。ちょっと良くなりました。ただこれだけじゃ少し面白くないのでですね、この部分を DAW に持っていきます。まずパターン1前半をこのように選択しまして、はい、スケーラー2のところに持ってきます。そして後半部分です。はい、このようになりました。そしてですね、スケーラー2のフレーズ演奏機能というのがあります。ここですね、ここを押すとですね、パフォーマンスとかこういういろいろあるわけですけれども、パフォーマンスモードにしまして、そして今ベーシックフレーズ1というのになっています。これはどんな音かというと、はい、このようにアルペジオチックに弾いてくれるという機能です。じゃあこれで演奏してみましょう。このキーボードのリンクは切っておきます。こういうのも切らないとですね、ここを弾くと変な音になったりします。じゃあ再生します。これでまたフレーズを変えてみましょう。ピアノというのに変えてみます。はい、ある意味オーソドックスですね。じゃあ今度はフレーズというのから選んでみます。
悪くもないですけれども、これには合わないですね。じゃあ今度はアルペジオアップダウンでやってみます。はい、なんかやっと落ち着いたって感じです。まあここにですね、例えばドラム、ベースなんかを入れていくのはどうすればいいでしょうか。ドラムはまあ簡単にですね、アイドルというのを入れてみます。はい、なんかこれだけでもう曲調が変わりそうですけれども、はい、こっちの方が好きですね。こうやってミディをドラッグします。そしてこれを複製します。フィルなんかは全然入れてませんけれども、こういう風になりました。次ですけれども、まあベースですね。ベースを入れたりするのはイージーベースなんかを使ってみたいと思います。このトラックをですね、イベントから選択をエクスポートとしてミディに書き出します。わかりやすいようにダウンロードのホルダーのところに入れておきます。ミディファイルを書き出します。ではここにトゥーントラックのイージーベースを入れたいと思います。はい、そうしまして今書き出しましたミディを読み込みます。通常はドラッグドロップででも大丈夫です。はい、これでですね、レフトハンドでベースを入れます。ここへドラッグします。はい、とっても簡単な感じになりました。コード進行はそのまま読み込んでいますので、あとはちょっとベースをいじりたいと思います。グルーブスに変えましてリプレイスミディを押します。そして合うベースかどうかを確かめます。はい、一番上のものを入れたいと思います。はい、これでベースが完成しました。最後のところ、まあ、皆さんにイージーベースの面白さも見ていただくために、曲調が変わるところでグリッドエディターをやりましてですね、そしてこの F の始まる前をスライドをかけたりしてみます。ここで、はい、こいつをオクターブ上まで引き上げまして、このフィルをですね、これ消します。そしてこれをオクターブ上げます。こうしましてこの2つの音符をスライドさせます。はい、感じとしましてはこんな感じになったということです。ここを再生します。はい、こんな感じです。じゃあこれで全体を聞いていただきましょう。ミキシングしながら聞いていただきますね。本来はいつも皆さんに言っていますようにゲインステージングというのをして音を整えるんですけど、今日は省略させていただきます。それではここからは番外編という感じでですね、シンセサイダー V で
歌まで入れてしまおうということです。まだ歌詞は何も考えていません。音符の数はちょっと前もって読ませていただきました。 A メロが7文字、 A ダッシュが8文字、そして後半のサビの部分が14文字、このようになっています。そして次が仕掛けという AI で歌詞を書くウェブアプリがあります。知り合いの方でとても素晴らしいソフトを開発してくれました。僕も若干修正点などをご相談したりしながら、とてもたくさんの人に使ってもらっています。ではキーワードを入れていきます。今の話ですから冬とします。メロディーが短いですので、あまりたくさんの要望を入れてもうまくいかないかもわかりませんが、ここでカンマを入れて、そして寒いと入れます。そして恋愛ソングですか、男性視点ですか、女性視点ですかというのを選択します。そして英語のフレーズは入れていいですか、入れてよくないですかというので、今回は使用 NG にしておきます。これで作詞を開始します。はい、先ほどやりましたように、ここが7文字です。そして8文字いきます。その後はセクションを追加します。サビらしい歌詞にしたいのでサビを選びます。そして14を選びます。はい、このように文字数を入れると自動で歌詞を作ってくれます。ちょっとすべてのディテールが短いですので、どんなものができるかは全くわかりません。まず一行生成します。別れの季節という風になりました。もう一行追加します。冬が来るたびにという風になりました。そしてサビを作ります。雪が降る、積もる、雪が降りるですね。ちょっと変えたいと思います。季節の変わり目を気にしている。あまりにも短すぎるので、うまくできるかどうかは少しお許しをいただきまして、これでやりたいと思います。このようにして歌詞を作ります。サビはサビのような言い回しになるように、そしてこのように上から順番にですね、別れの季節というのがありましたら、そのことを甘味しながら冬が来るたびにというふうなことになりますので、前の歌詞が違うとまたここは自動的に歌詞を変えてくれます。このように音楽の歌詞に特化した形でいろいろ AI が考えてくれるということになります。そしてここで歌詞のテキストを表示というのを選びます。このようになりますね。テキストをコピーというふうにします。そして今度は漢字をひらがなにするというような、こういうウェブアプリもあります。ですからここに貼り付けします。このようにひらがなに変換というのを押します。するとこのように変換になりました。7文字、8文字、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。はい、ちゃんと予定通りの文字数になっています。そしてこれはちょっと小さくしておきますね。最小化しておきます。次にシンセサイダー V を入れたいと思います。そうしまして、ここで MIDI ファイルを読み込みします。このメロディーの MIDI ファイルを書き出しします。イベントから選択をエクスポート、これを選びます。そうしまして、ここに MIDI のファイルを書き出します。ここで歌にとしておきます。そして保存をします。もう一度シンセサイダー V に戻ります。ここでファイルから読み込みを選びます。ダウンロードのホルダーに、ここに歌に MIDI というのがありますので、これを開きます。ここで確定をします。ここでチェックすることは4分の4拍子の120、これが合っているかどうかを確認する必要があります。細かいシンセサイダー V の使い方につきましては、また僕の方でもシンセサイダー V の
解説をいっぱい出しておりますので、そちらの方を見てください。そして歌声は一番最新のマイを使います。こんな感じですね。そして歌詞を入れていくことになります。ここで全てを選択しておきます。そしてコントロール L でこのように歌詞の入力ができるようになるわけです。ここで先ほどのデータをコピーペーストします。はい、このひらがなの部分をコピーします。そしてこちらの方に貼り付けます。ちょっと変な改行がありますので、このようにしておきます。1文字ずつ区切るというのにチェックが入っています。そして確定をします。これでどんな感じに歌っているかちょっと鳴らしてみましょう。別れの季節冬。ちょっと声が低いですね。オクターブ上げたいと思います。コントロール A を押しまして、コントロール U というのを押します。はい、これでオクターブアップされました。もう一度鳴らしてみます。別れの季節冬が来るたびに季節の変わり。おかしいですね。音数が読み間違ってたのかもわかりません。見てみましょう。ちょっと確認しますね。別れの、ちょっとおかしいのでここをくるにします。次を見てみます。この部分ですね。 1,2,3,4,5,6,7,8 ですが、寒いのいつまでにします。全然 AI を使ってないじゃないかと言われるかもわかりませんね。コントロールを押しながら今グリグリしています。次は14文字でしたね。選択します。もう一度ここから14文字入れますね。季節の変わり目を気にしている。季節の変わり目を気にしている。コントロール V。確定。じゃあこれでやり直しをしてみたいと思います。もう一度聞いてみます。別れの季節来る寒いのいつまで季節の変わり目を気にしてる。ちょっとこの辺ね、後半のところ節回しがおかしいですけれども、まあこれでよしとしましょう。そうしまして、このシンセサイザー V のトラックにリバーブを追加したいと思います。ここに BX ルーム MS というのがありますので、これをここにドラッグします。ホールのリバーブにしたいと思います。ちょっと響きすぎるかどうかわかりませんが、これでざっくりやってみたいと思います。簡単なマスタリングをします。サビの部分のところをループかけておきます。季節の変わり、季節の変わり、季節の変わり。大体こんな感じですね。じゃあこれで全体を聞いていただきましょう。メトロノームは切っておきますね。別れの季節
このようにですね、歌詞も作って、そしてシンセサイダー V まいちゃんに歌っていただきました。どうでしたでしょうか。鼻歌もしくは簡単なミディメロディーからスケーラー 2.7 を使ってコード付けをやるやり方ですね。その一連の作業の流れを皆さんに見ていただきました。またわからないことなどがありましたら YouTube のコメント欄などにも入れておいてください。簡素なメロディーでちょこちょこっとやってしまいましたが、皆さんは素敵な音楽を作ってください。村長スタジオでした。またねー。